いっぱいだ。バイクいっぱいです。久しぶりに来たやんけ。5ヶ月ぶりです。今日は快晴ですな。まっすぐ行きます。バイクも車もいっぱいだ。いや、久しぶりです。はい、皆さんおはようございます。アンクルです。なんとなんと、この1号3街道ね、板街道、5ヶ月ぶりです。はい、5ヶ月前は何してたのかなということで、はい、遡っていきますとですね、例の骨折問題ですね。右手首骨折して以来5ヶ月早くも経っちゃいましたね。え、本格的に1号さんに復帰できたのは今日が5ヶ月ぶりであります。見てください、天気です。全く快晴の秋晴れ、行楽日和でありますね。だから10月もなっちゃってね、10月の3連休の中日の日曜日ということで、もう、非常に人出が多いです。いつものアスケ通りのところは、しかも秋祭りということで渋滞でね、15分ぐらい抜けるのにかかっておりましたけれども、私目としましては、まあね、手首はだんだんね、良くなってきております。はい、握力もね、まあ、15キロぐらいですけれども、最初の頃に比べれば全然良くなってきております。はい、血糖値がね、なんかね、勝手に増えてまいりまして、非常に医者から宣告されておりまして、糖尿病、糖尿病というレッテルを貼られてしまいました。ですのでね、適度な運動、また軽い食事というふうに自己流でありますが、まあなんとかね、少しずつ改善をしようかなと思い腰を上げまして、今ダイエット約 多くてね、78ぐらいから今74ぐらいまでね、落としかけております。もう食事も全くご飯粒、食べておりませんでね、野菜、サラダ、豆腐、納豆というそんな生活をもう1ヶ月近くやっておりまして、急激な、減量を重ねた結果、なんとかね、4キロ弱今減量いたしました。まあこれからまだまだそれで済むというわけではありませんけれどもね、血圧の方もね、一応毎朝一粒プチュッとこう飲んでおりますと、一応だいぶ下がりました。はい、あの血圧一粒で本当120前後までね、下がって、で下は70前後ぐらいまでね、来ましたので、まあ
血圧に関してはまあまあいいのかなっていう気がします。もみじ街道、うん、後ろからバイクが来た。もうじきですね、例のところ。はい、ウルギトライアルラン、さあ着きましたぞ、例のところ。因縁のところですな。ほら、ここですよ。古着の清水。これを飲もうとして、ねえ。なんてことはないんだ。ここほら、びちょびちょなんだよね。あそこのタンクに行って、それから、そこ、ここ、わずかここの間で、トトトトトトッと来て、ここでドテッて、それで終わっちゃいましたからね。冷たいかな。おー、ちびてちびて。げー、注意、タンク内稀にカエル、ネズミ、死骸あり。イエー、本当に美味しいんだけどね、これね。続きを今からやります。レッツラゴー。多いね、やっぱりね。ほらね、落ち着いたぜ。
よいしょ、よいしょ。カップラーメンなら、中華スープです。はい、寂しい。こんにちは、どうもありがとうございました。帰りますので。あ、もう帰る？もう帰ります。 ありがとうね、すみません、早いですね。はい、気をつけてね。はい、ありがとうございました。ということでね、5ヶ月前のラーツのリベンジを行いました。なんかね、白樺高原キャンプ場の水道をなんか飲めるみたいですよ。知らんかった。しばらくね行ってなかったから。昔ねあれあんまり飲めないっていう話だったんだけども、ちゃんと水道の許可を取って井戸水でね汲み上げたやつはしっかり飲めるそうです。ですのでここの古着のね湧き水、あれは単なる沢の水だからやめた方がいいよということで、これからはここはちょっと飲むのをやめときます。キャンプするときには、ちゃんとキャンプ場の水を使いましょう。ねえ、カエルだとかなんかネズミだとかの死骸があるよという話ですのでね、ちゃんとした水を飲まないといけませんね。本当はペヤングのね超でかいソース焼きそばを食べたかったんですが、カロリーありすぎてちょっと無理やなということで、スープ春雨と、麻婆スープで、あ、それをねいただきました。もう糖質カット、カロリーカット、これで、健康をなんとか維持しようかなと思っております。皆さんも気をつけましょうね。ここの水は飲んじゃよくないよ。ということで本日もご視聴いただき誠にありがとうございました。バイバイ。ネバムラー。